ジグムント2世、ジグムント2世、アウグスト、1520年、8月1日から1572年7月7日は、ポーランド王、リトアニア大公、在位1548年から1572年。ジグムント1世の長男、母は、ボナスフォルザ。ジグムントは、治世初期から、すでに王権を制約し始めていた、貴族階級。 シュラフタの挑戦を受けることになった。この混乱の表面的な原因は、ジグムントが即位直前、カルバン派を信奉するリトアニア貴族、イェジー・ラジビューの娘バルバラと、密かに婚約していたことに、貴族たちが猛反発したことにあった。しかしこの反対運動の中心にいたのは外籍である、ハプスブルク家のローマ王フェルディナント一世と、王母ボ,ボナス・フォルツァだったようで、 両者は1548年10月31日に開催された政務を先導し、政務代表者にヴルバラとの結婚解消に応じなければ、進化の中正義務を解除すると脅させる暴挙に出た。国王はこれを拒否し、政治的機敏さと強い意志を持ってこの難局を切り抜けた。ジグムントは貴族たちの反抗に対する応酬として、1550年に2度目の政務を召喚し、 議長、ピョートル・クミタの名前で、国王の立法体験を不法に侵害しようとした、と貴族を非難した。1551年に、バルバラが死ぬと国王は、悲観に暮れたが、間もなく政治同盟の必要からフェルディナント一世と、重視、アンナの娘カタリーナとの結婚の必要に迫られた。彼女は、王太子時代に死別した、最初の妻、エリーザベトの妹だった。 しかしこの結婚は完全に失敗で、その上ジグムントは、ニーズマとの間に子供を設けることも絶望的だった。ジグムントは、ヤギエを王家唯一の男子相続者であり、王朝は断絶の危機に見舞われた。国王はこの問題の解決策として、バルバラギザンカとアンナザヤチコフスカという二人の愛称に男子をませようと考え、政務も王朝存続のために男子が誕生すれば、 着室師として認めるとした。1572年2月、王妃、カタリーナの死去で、国王は再び独身になったが、わずか半年で死しなく崩御することになる。国王の結婚問題は、国内のカトリックとプロテスタントにとって、非常に重要な争点だった。ジグムントは決して、教会の言いつけを何もかも守る、良きカトリック教徒だったというわけではなく、 ヘンリー・パッセイと同じく義理の姉妹との結婚が教会法に抵触するとして3番目の妻、カタリーナとの結婚解消を申し立てていた。国王のこの行動は国内のプロテスタント貴族の指示を受けており、彼らはローマ教皇とポーランドとの亀裂を深めようと格索したためにポーランドを深刻な宗教内乱に引き込む恐れがあった。他方で、 親族関係にあるハプスブルク家はポーランド王位を狙っており子供のない国王の再婚を阻もうとしていた。一方で国王は治世中にカトリックとプロテスタント双方の朝廷を図り続けていた。ジグムントの治世には宗教改革が国内で問題化し、またシュラフタが着実に国家権力を掌握していった。さらにリボニア騎士団の弱体化に伴う リボニア戦争に巻き込まれ、南部ではオスマン帝国の侵入に直面した。ポーランドが大きな転換期を迎える中、ジグムントは王国を精力的に指導し、国内外における危機から救うことになった。ジグムントは不王ほど存在感のある国王ではなかったが、合法来楽なジグムント一世よりも世俗的でエレガントで洗練されたルネサンス君主たるジグムント二世の方が、 政治家としては、優れていた。ジグムントは、ヤギエウオキのメンバーに共有される眼強さと、忍耐力を合わせ持ち、イタリア人の母親から受け継いだ機敏さと、外交面での巧妙さを示した。歴代のポーランド国王の中で、おそらく、ジグムントほど政務の本質を完全に見抜いた者はいなかった。オーストリア大使と強皇特使は、国王がいかにして、 扱いづらい国家を支配しているかについ、強い関心を持ったと証言している。彼らは述べている。ジグムントは、不王の知性よりも、国庫を豊かにすることができたし、一度など政務にマゾフ伏せ、この貴族が着る質素な灰色のコートをまとって現れ、この予想外のパフォーマンスによって出席者たちのを、掴んだというエピソードもある。知性中の、最も大きな出来事は、 1569年のルブリン合同によってポーランド・リトアニア共和国という2国家が統一された政治体が成立したことである。この連合国家にはまたドイツ語圏のプロイセン公国、クールラント公国、リボニアの旧騎士団国家も参加していた。この統一にはジグムントの働きかけが大きかったとされ連合国家は頑張る都会世界において影響力を増大させた。 1572年7月、ジグムント二世はお気に入りだった国神の上官で報じ、ヤギエを朝はここに断絶した。1573年の国王自由選挙によって、新国王に選出されたのは、ハプスブルク家の親族ではなく、フランス王シャルル九世の弟ヘンリック・バレジ、後のフランス王アンリ三世だった。ジグムントは、宝石の熱心な収集家で、強行特使、 ベルナルド・ボンジョバンニによれば、国王のコレクションは16もの部屋に収められていたという。ジグムントが自慢にしていたのは次のものである。まず皇帝カール5世が、かつて所有していたルビーで、8万スクード相当の価値があった。皇帝のダイヤモンドというメダルは、ハプスブルクの和紙の形をしており、和紙の2本の足には、カール5世のモットー、プラスウルトラ、モット酒屋が刻まれていた。 スルタンの剣は1万6000ドゥカーと相当の価値がつき、貴重な30個の馬飾りと20個の仕様の鎧一式を所有していた。また360ピースものタペストリーは1550年から1560年の間にブリュッセルの職人に注文されたものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。